図書簡造本のように不源氏60上と題された写本もある源子物語と紫式部のことを七律に読んだ漢詩から構成される漢詩集である。写本の中に昭和4年の奥書きを持つものがあるために、この頃の成立と考えられている。作者は不明。源氏物語に通じるとともに、漢詩文にも通じた人物であると思われる。 序文において、おっとれひかる源氏物語は、本朝神秘の書なり、先見家文のものはこれをもって、遊戯のもて遊びとなし、紳士考学のものは、これをもって厚司会のもととなすと、源氏物語を称賛しており、源氏物語を、人倫の道、軽心の念、仏道の奥義、人生の哀楽といったことが虚構を通して、描かれているとする。 本書の中での源氏物語の捉え方は、源氏物語は儒教を、主、仏教を重とした、教会の書であるとするのが、従来の一般的な捉え方であったが、本書の中での源氏物語の捉え方はもっと、幅広い多様なものであるとする見方もある。前後に類似するテキストを見ない、天台孤独の書とされるものの、仏教的視点からだけではなく、儒教的視点から、 源氏物語を評価している点に、氏名称や、現中裁秘書との共通点を指摘する見解もあり、近い時期に書かれた、源氏供養漂白、源氏物語、漂白、源氏物語願文、源氏一品経などとの近似性が指摘されることもある。以下のように、序文と全部で55の漢詞とから構成される。不光る源氏物語史上と題された漢文による、序文であり、 それだけを取り上げられることも多い。おっとれ光る源氏物語は、本朝神秘の書なり、先見家文のものはこれをもって遊戯のもて遊びとなし、紳士考学のものはこれをもってあ司会のもととなすと、源氏物語を称賛しており、さらには、源氏物語を日本書紀や四季に並ぶものであるとするなど様々な和漢の古事を前提としている。 さらに儒教的観点にとどまらない中国史書、中国史官からも、源氏物語を高く評価している。序文に続いて、以下のように死を因によって配列した目録が置かれている。本書の中心となる部分であり、源氏物語各巻の内容を読み込んだ漢視であり、各巻ごとに巻名を上げ、その後にその巻の内容を読み込んだ漢視を配している。 各漢のほとんどを七子と立志の形式で読んでいるが、鈴虫の実七子とゼックの形式で読んでいる。それぞれの漢詩の前には、以下のような巻名や巻序が記されている。これらの記述を巻名や巻序という点から見ると、実質的な内容は、現行の54条からなる、源氏物語と同じものであり、巻序の数え方などについては、以下のような特徴を持っている。 ありがとうございます。